つつましく、つつましく、満ちていて、何の矛盾もない。どうも、パンダ弁護士石原です。今日はですね、前回、刑事事件のですね、手続きみたいな話をちょっとしたと思うんですね。で、捜査の話したと思うんですけど、その続きという感じで、逮捕された後、どんな感じになるのという話をやっていきたいと思います。そっか、まず登場人物ですね。パンダ君、登場よろしくお願いします。はい。パンダ君、何て書いてある？ホワイトボード。逮捕されるとニョロニョロ保釈なんて無関係。よくですね、逮捕された後に保釈っていうふうに言い出す人がいるんで、そういう話じゃないよってことをやるんですけど、とりあえずその話って中身やっていかないと分かんないんで、まずパンダ君、はい。逮捕の後、いわゆる取り調べを受けて、そして最後に起訴とかされたりとかされなかったりとか、そういう一連の流れよろしくお願いします。お願いします。じゃあいつものようにですね、多重人格君、悪い人とおまわりさんに登場してもらいましょう。いきます。よくあるパターン1、通常逮捕いきます。もともと多重人格が事件を起こしたことをおまわりさんは知っています。そこでおまわりさんはもう間違いなくあいつがやったということで、逮捕状というのを裁判所からもらってきて、こいつを逮捕しようとします。ちなみに今裁判所って言葉使いましたけど、まだ裁判の話じゃありません。そうじゃなくて、人を捕まえるときにおまわりさんの判断で勝手に犯人扱いちょっとできないんですね。とりあえず人を捕まえて閉じ込めるわけですから、裁判の前だけど裁判所の許可をもらおうっていう話です。そこで、おまわりさんはピンポーンって大体朝早朝多重人格の家を鳴らします。多重人格寝てます。うん、なんや言います。で、よくあるのは、ドアの横に行って、なんとか県警です、逮捕しに来ましたというと、こいつが逮捕状を見せてくれと言ったりします。慣れてると言います。そうするとマリさんがこうこうこういう容疑で逮捕しますと言います。そしていわゆる手錠、ワッパをかけて連行していきます。これが通常逮捕です。何が通常かというと、逮捕状というものを通常によ、準備して逮捕するから通常逮捕です。で、ここからその後流れいった方が分かりやすいかもしれないんですけど、ちょっと違う逮捕についてやっていきたいと思います。次です。こいつが事件を起こしたことはやっぱりおまわりさんも知っています。そういう意味では通常逮捕と同じです。しかし、逮捕状を用意してないとします。で、こいつは悪いやつなんで街の中こうやって肩いからして歩いてます。うらうらって歩いてます。おまわりさん見つけた、あいつあの事件の容疑者じゃねえか。もしさっきのように逮捕状を持っていればおまわりさんは通常逮捕できます。しかし手元に逮捕状、いわゆる切符がない、切符がない刑事はどうするかというと、とりあえず行って先に逮捕します。さっき勝手に犯人って決めつけちゃいけないから裁判所の行って逮捕状をもらってこいって話をしましたよね。今回逮捕状ないです。ちょっとやばいですよね。どうするかというと、こいつを逮捕した後に改めて裁判所におまわりさんの方から逮捕状、後になっちゃったんですけど、くださいと言います。なんでこんなこと許されるかというと、緊急だからね、緊急事態だからとりあえず逮捕して後で逮捕状をもらうってことが許されるんです。これが緊急逮捕です。じゃあ最後、現行犯逮捕は何かっていうと、これは聞いたことあるかもしれないんですけど、今までは多重人格が悪いことをしたとおまわりさん知ってました。で、事前に逮捕状を取ってる場合、取らないけどとりあえず逮捕した場合、今度はそうじゃなくて、まさに今こいつは強盗かなんかで逃げてます、もともと知ったわけじゃありません。そこをたまたまおまわりさんが見た。実は現行犯逮捕の場合、一般人でもいいんですけど、おまわりさんなり一般人がそれを見た、待てーっつって取り押さえた。これが現行犯逮捕です。今やったばっかですから、もちろん通常逮捕のようにもともと逮捕状を用意しているわけがありません。ましてや一般人もやれますから、一般人が逮捕状なんか裁判所にもらえるわけがありません。それから緊急逮捕のように、とりあえず逮捕するとそういうことじゃなくて、とにかく急に事件が起きちゃった、まさに今犯された犯罪に対して逮捕するのが現行犯逮捕です。
これについては逮捕状という話にはそもそもなりません。このように3つあるんですけれども、実はどの逮捕をした場合でもこの後パンダ君、はい、時間の拘束というのがあります。実はどの逮捕をした場合でも刑事さん、おまわりさんはとりあえず48時間しか取り調べの時間がまずはありません。ちなみに現行犯逮捕というか一般人にできますけど、一般人がその後取り調べるわけなくて、一般人が逮捕したらその後おまわりさんに渡しますから、それでもやっぱり 4、48 しか時間がないんですね。そうすると警察から見ると48時間しか時間ないって結構シビアなんで、警察はちょっとずるいんですけどテクニックを使います。それが実は逮捕の前の任意同行というやつです。どういうことかっていうとこんな感じです。おい多重人格、なんやちょっと顔貸してくんないかって。いや行きたくないな。じゃあ場合によっては逮捕してもいいんだよって言って、多重人格をうってプレッシャーを受けたらば、とりあえずなあ俺ら話は話し合えば分かるもんなって肩組んで警察署に連れて行かれます。そこで極端に言えばもう1週間ぐらい毎日5時間6時間取り調べを受けます。その後大体容疑を固まった後に逮捕状を裁判所にもらってきて通常逮捕します。これ何かというと、たとえその逮捕の前に何十時間も任意で来てもらったとしても、別にこの48時間の時間には入ってきませんから、警察はたくさん取り調べができるんですね。ですから現実の実務においては警察はこの48の時間の制限怖いですから、事前に任意同行してたっぷり取り調べた上で、逮捕するということがよくあります。よく例えば有名な事件とかで、あの子お子さんはどうやって殺されたんでしょうかみたいな、例えば親族が疑われてあったりするときとかも、事前に警察は関係者を取り調べてるだろうって言い方しますが、あれは大体任意同行ですね。で間違いなくすごく残念なことですけど親がやっちゃったとか、そういうのあったときに初めて逮捕状を取って逮捕することになります。いいですね、現実には任意同行が先行します。ただ、教科書とかにはこういう逮捕から始まるように書いてあると思います。次、今言いましたようにパンダ君よろしく、はい、一度逮捕したらその後は48時間しか刑事の取り調べ時間はありません。パンダ君取り調べ時間ないってどういうこと？刑事さんの取り調べは、おまわりさんの取り調べはそれで永遠に終わりなの？違う。まずは48時間取り調べて、その後は釈放するかバイバイっつって放り出すか、あるいは検事のところに事件を送らなければいけないんです。パンダ君、はい、検事のところに送る言葉なんかあったね。うん、それを送検と言いますよ。よく書類送検とかいうふうに言うと思うんですけど、検事に送るから送検って言葉なんですね。で、多重人格のように重大な罪を犯した場合は、まさしくこいつをバスに乗せて検事のところにまさしく送ります。それに対し容疑者が自殺で死んじまってるから送るものがないとか、あるいは大して重罪じゃない場合は、釈放した場合っていうのは、書類だけしか送りませんから書類送検ですね。いいですね。今はこの多重人格をもうまさに体ごと検察庁に連れてたと思ってください、ね。逮捕してから48時間以内に検事の前に持っていきます。で、検事のお人形はいないんですね。ですからパンダ君は一時的に今度検事になりますけど、検事が今度は24時間以内に取り調べします。あのさーって、県警の、横浜警察からお前の事件こう来てるんだけど間違いねえのって、うん、いやちょっと違えんだよと、聞いてくんねえんだよお前りはとかっていうやり取りを24時間以内にします。そこで検事が、ああなんかよくわかんねえけど事件なんねえなと思ったら釈放です。ここで釈放です。それに対して検事が、いやいやこれもうガチでやんなきゃいけないでしょと思った場合に、何をするかというと、検事はこいつを10日間ほど閉じ込めて、十分刑事、おまわりさんと検事で取り調べしたいです。おまわりさんと検事がそれぞれ取り調べしたいです。10日間の時間欲しいです。それは勝手にはできません。検事のとりあえずの持ち時間は24時間しかありませんから、今度は裁判所に行って10日以内で拘留してくださいっていうことをやるんです。大丈夫ですかね。
そうすると裁判官はダメっていうかいいっていうかです。例えば弁護士とかついてる場合はここで必死に裁判官に交流なんか必要ありませんよと、もうこいつはねおとなしく取り調べも出てきますし、そんなことしないでくださいって言いますし、検事の方は絶対こいつは取り調べ、閉じ込めないと逃げちゃうし、吐かないからやらせてくださいって言います。でもし裁判官がいいよと言えば、とりあえず10日間の交流が始まります。どこに閉じ込めるかというと、警察の留置場だったり、あるいは拘置所という場所だと思います。で、その10日間の間、おまわりさんや検事の取り調べをこいつは受けます。さあそこで、結論が決まりそう。例えばやっぱり事件にならないと言ったら、ここでやっぱり釈放です。なんか釈放いいです、なんか横に滑りスーって逃げていく感じでいいんですけど、釈放です。あるいは実はちょっとこれ表現として書きづらいんですけど、検事がもう10日間も調べればこんな悪いやつ絶対起訴だよと決めれば6に飛ぶこともできます。いずれにしろ結論が出るなら10日間で結論を出せってことです。ただ実務上は、10日ぐらいじゃ調べきらないと検事とおまわりさんは言います。まあ、これは逆の立場からすると評判悪いところで、そんなに10日間調べらんねえなんていうのは手抜きだっていうふうに言いますけど、検事はおまわりさんは言います。そこで裁判所に交流の延長をしてくださいってお願いを検事はします。もちろんこれも裁判官じゃないとこんなことは決めれません。裁判官がダメだよって言えばそこで釈放です。だって閉じ込めれなかったのから。それに対して裁判官が延長でいいよと言えばまた10日間の延長が始まります。そこでたっぷりとおまわりさんと検事がこれを調べることになります。まあ、おまわりさんと検事がつっても同じ部屋じゃなくてそれぞれ別の時間帯で調べるイメージでいてください。でいよいよもう検事は20日間の、持ち時間を使い終わりましたから、ここで決断が必要です。それは神田君、はい、起訴するか起訴しないかの決断です。神田君、はい、よく起訴猶予ってあるよね。うん、あれ何、あれはやったかもしれないけど起訴するほど重くないよとか、あるいは示談したからまあいいかみたいときに起訴しないことの一つです。起訴猶予というのは起訴しないことの一つなんですね。それ以外にパンダ君さ、はい、起訴しないことってどんなことあるの？例えば本当に証拠がないときなんかは不起訴になったりします。なるほど、それしかないの？うん、起訴は起訴なんだけど簡単な起訴がありますよって。何？字見ればわかるでしょうって、略式って書いてあるよ、簡単、省略って書いてあるよ。これ何？うん、簡単に起訴して簡単に罰金で終わらせることです。え、検事が勝手に罰金決めちゃうの？それやばくない？って、検事ってね、容疑者と対立してる立場だよね。うん、それは無理。あくまで裁判官が簡単に決めます。普通起訴して裁判になる場合っていうのは起訴してから一月とかしてようやく1回目の裁判があります。とっても面倒くさい。それに対し略式っていうのはもう略式にしますって決めた場合にはその日ぐらいの間に裁判官がじゃあ罰金ねえよって終わらします。交通違反なんかに多いパターンです。このように起訴の中でも簡単な略式起訴っていうのがあります。以上が逮捕されてから最後検事さんが結論出すまでの、流れなんですけど、じゃあパンダ君、先頭で言ったあのタイトルどうなったの？触れ忘れ、コメント忘れかなっていうとそうじゃありません。よく、保釈ってできますか弁護士さんって我々仕事で聞かれたりとか、下手するとワイドショーを間違えて、刑事が48時間取り調べたが保釈したなんて言うんですが、違います。あくまで今説明した段階まではこいつが外に出るのは釈放です。保釈ではありません。じゃあパンダ君、保釈って何？保釈っていうのは起訴された後に裁判にかかっちゃった後に裁判の日まで中にいるのが辛い時に一時的に出してもらうことです。なるほど、それってただだっけ？だいたい私逃げません、逃げたらばお金没収していいですよっていうお金を積みます。なるほど、じゃあ刑事裁判の話をしないとそれってまだよくわかんないよね。そうです。ということで次回多分刑事裁判の話を1回かな2回かなしていきたいと思います。とりあえず今日はおまわりさん容疑者、法律被疑者って言うんですけど容疑者検事
登場人物は3人なんで、なんか人形が足りない気もしたんですけど、ご容赦ください。じゃあまたね。